皆さんこんにちは。ロバスト熊本クラブアンバサダーの片山翔介とロバスト君です。火の国盛り上げたいプロジェクト第2弾。今回は美里町にやってきました。美里町といえばご存知皆さん、日本一の石段です。早速ロバスト君と僕で登っていきたいと思います。行くぞ。読めます？この最初からつまずいちゃったね。この歩道は、注意事項がこういう風に置いてあるので、登るときには十分お気をつけて登ってください。もちろんロバスト君もルールは守ります。ゴー、ロバスト君右側。よし、行こうかね。行きます。行こう。ほんま行きます。カモンロスカモンロスしてるね。カモンロスカモンロスだね。行きますか。おお。これ道中喋んないの？これ喋れないっすよね。ね。もう無じゃないっすか。無。でもなんかあれですよね、こういう走る大会とかあるんですよね。だね。出ます？10段ぐらいできる。どう、この後行けそう？行くの？行くとこまで。いや、タイヤきついって。いや、多分もうこれ以上行けないんじゃないかな。ロバスト君は行かない。行かないということで、代わりに僕が一人で行きたいと思います。なるほど。はい、やっぱ選手としてのね、元選手としての、やっぱり道中はしっかり伝えないといけないのでだよね。はい、なんでちょっと今から行ってきます。はい、頑張れ。早速登ってみたいと思います。レッツゴー。わあ、これなかなかですね。先が見えないわ。よっしゃ、行きますか。お、もう300段来ました。これ1000段目よね。さっき900って書いてあったから1000段来ました。もうこれ見えへん方がいいかな。これ見たらあとなんぼとかって考えてしまうかも。
2800だ。2900やし。頂上まで登ってきました。ちょっと途中しんどかったですけど、なんとか頂上まで来ることができました。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。じゃあ僕は下って帰ります。